皆さんこんにちは、ようこそ市長室へ、3月号上総市長の神達武史でございます。3月号こと今月はですね、テーマはこちらです。地域交流センター、お城ですね、別名豊田城とも言われていますけども、私の公約でもございました、この豊田城お城をですね、なんとか有効活用したい、また市民の皆さんからももったいないっていう声もたくさんいただいておりました。ぜひこれをしっかりと、人が本当にこの名前のようにですね、交流ができる建物施設にしていきたい、そのために今取り組んでいるところを今月はご紹介したいと思います。皆さんご承知の通り、地域交流センターは被災を受けて避難所にもなりました。それから修繕等々を進めてまいりましたけども、昨年の10月から、1階のホールは使えるようになりました。そして、いよいよ国の支援もいただくことができまして、今工事の改修をしております。その内容がですね、お伝えをしたいと思いますけども、豊田城はご承知の通り7階建て、一番上天守閣が7階になります。1階はホールになりますけども、今改修をしているのは6階と5階です。6階と5階ですね。この天守閣のすぐ下の階とその下の階です。そこは今現在、昔ながらのですね、長塚隆さんとか上総市の偉人でありますけども、展示物がありますけども、そこを今改修をして6階は今このようにしていきたいと思ってます。長塚隆デジタルミュージアム、上総市出身の歌人、作家としても知られる長塚隆の文学のこの世界観、これを映像化、デジタル化をしてですね、より分かりやすく皆さんにも親しみやすい形に改装をしていきたいと思っています。ぜひこれも楽しみにしていただきたいと思いますし、これに合わせて5階はですね、フリースペースということで、いろんな皆さん、子育て世代の皆さんであるとか、地域の各種団体の皆さん、また子どもたちも遊び場としてでもですね、フリースペースということで、例えばですね、壁に塗るだけで黒板になるこの塗料を使用して伝言板にしたりですね、またゆっくり友達と会話ができたりというようなフリースペースとして使っていくように今改装しています。でこの改装が今5階6階ですけども、だいたい3月中4月中旬ぐらいには新たにリニューアルオープンをいたします。そのオープンを機にですね、ぜひこの現代によみがえる長塚隆ということで4月中旬再オープン予定ということで、この中旬にぜひ地域の皆さん、市民の皆さんにお集まりをいただいて、特に子育て世代の皆さんにお集まりをいただいて、いろんな皆さんのためになる楽しいイベントも企画をしていきたいと思いますので、また詳細が決まりましたらば市の方からもご案内させていただきたいと思います。またその他お城どういうふうにするんだと、これ継続があるんですけども、今考えているというところでありますけども、1階はですね、こういった形でカフェスペース、お茶が飲めたりですね、また地域の物産をいろいろ展示したり、そういった形のスペースも考えているところであります。またですね、3階もこの文化財のデジタル化をしたものをですね、上総市の歴史、またこういったものをデジタル化したものをここも設置して楽しんでいただけるような場所にしていきたいと思ってますし、この4階、これは子育て世代の皆さんに楽しんでいただけるスペースにしようと、子どもの遊び場ですね、今こういった形のキッズエリア、またベビーエリア、こういうものをして、子育て世代の方がみんなで集えるような場所にもしていきたいと思っています。最後にですね、天守閣、これありますけども、一番上の天守閣、これも含めて、いろんな形で、ここも使えるような、まあ、いろんな今考えているのは食、ここで多分みんなで食事ができるとかですね、そういったものも含めて、
専門家の皆さんにもアイデアをいただきながら今計画を進めているところでございます。市民の皆さんにぜひ広く活用していただいて、市民の皆さんの憩いの場になるお城、そういった形にリニューアルをしていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。3月号、この豊田城地域交流センターについてお伝えをいたしました。また来月よろしくお願いいたします。ありがとうございました。